こんにちは、マースケチャンネルです。先ほどね、歩いて16キロぐらい先のショッピングモールまで行ってバスで帰ってたばかりなんですけども、そしたら今度はね、自転車さんが修理が終わったということで、また自宅から4キロぐらい先のところの自転車屋さんまで今ね、歩いてね、取ってきました。で、見てください、これ修理終わりまして、この新聞配達員さんが使うような大きな前かご、ここのところにね、ステーをつけてつけたみたいで、で本当はね、ここのライトがこっちについてたんですけども、ここにもステーを取り付け、ステーつけて、前の方に移動してくれました、していただきました。なんかね、新聞配達するみたいな感じですね。でタイヤの空気もパンパンで、前はね、この後ろのタイヤがすごい、またがるとこうへこんじゃってね、あ、その時はね、もう今より16キロぐらい太ってたんですけど、そこからね、10何キロ今痩せましたので、全然その、ね、タイヤの方も問題なくで、今駅からスイスイとこう帰ってきちゃいました。でね、この大きい前カゴなので、今日からね、手提げバッグじゃなくてビジネスバッグに変えたんですけども、それもね、丸々1個こうね、入る大きさなので、すごい楽ですね。これからね、これを使ってこう買い物も、しようと思ってます。後ろにね、こう荷台があるので、まあ、ここにね、くくりつけることもできますし、ということで、また今度はね、しばらく車がね、まだ乗れるようになるまではこの自転車生活になると思います。でね、ブレーキがね、全然ほら錆びてないので、よく聞くんですよ、ずっと走行走行感だったのでね。でね、ペダルもね、いいし、まあ、チェーンもね、錆びてないということで、ブレーキかけてもね、キーって音もしないということでね、非常に、乗り心地の良い、自転車となっております。まあ、でこの間聞いた話では、だからこれ6万円で買ったんですけども、今だとこういった自転車ないので、プレミア価格も ついてるんでしょうけど、20万ぐらいするって、こういったね、こういったブレーキが今ね、ないそうですね。はい、というわけで、久しぶりの、もう何年ぶりだ、15年ぶりぐらいですか、自転車直りましたので、乗ってきました。ご視聴ありがとうございました。